こんにちは。週に7回スニーカーを履く男、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人におすすめの今すぐ買えるスニーカー5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもあった通り、僕はスニーカーが大好きで、日々いろんなものを履いてるわけなんですが、まあスニーカーというものもですね、定番的なものもあれば、今だからこそ買える旬なものもあるわけなんですね。まあ今回はそんな後者の方ですね。今まさに旬なスニーカー、このタイミングだからこそおすすめできるようなものをですね、厳選して5つご紹介したいなと思っていますので、まあよかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあ僕自身もスニーカーが大好きではあるんですが、決してスニーカーマニアというわけではなくて、いろんなブランドを履いています。まあ最近はニューバランスを履いたりだとか、ナイキも履くし、アディダスも履くし、コンバースも履くし、ホカオネオネも履くし、サロモンも履くし、本当にね、いろんなブランドを愛用しているわけなんですが、今の時代にフィットしたものだとか、ちょっと今旬になってきたなっていうものがあったら、まずは体感してみることが大事だと思っているので、本当にいろんなものを履いていますが、まあその中でも今回は大人の男性にも結構似合うんじゃないのかなというものをですね、5つ厳選して持ってきましたので、まあ、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。また皆さんの方でも最近のスニーカーの中でこれは大人に似合うよというものがあったらですね、コメント欄で教えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからは具体的にですね、皆さんに大人におすすめのスニーカーをご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一足目ですね、これは昨日ですね購入してきたものなので、まあぜひ皆さんにですねお見せしたいなと思ってるんですが、こちらですね。はい、グリーンレーベルが別注して作っているですね、ジャーマントレーナーのスウェードですね。先日のですね、ユナイテッドアローズグループの展示会ですね、そちらでも出てきたので、まあ皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、これもう店頭に並んでいてすごく完成度が高かったので、ちゃんと自腹で購入をしてきました。まあ今までですね、ジャーマントレーナーは散々皆さんにご紹介してきたと思うんですね。まあその際にはこのホワイトを圧倒的にご紹介してきたわけなんですが、これがベースの一足として、まあ、殿堂入りしたみたいなイメージだと思ってください。まあ、それに対して今回は素材がまず大きく変わってくるんですね。スウェードを使うことで、まあ、秋冬らしさというところも感じられますし、あとはちょっとこうカジュアル感が出たりだとか、クロート感みたいなところも表現できるので、このスウェード素材というところで全く別物になったなという印象があります。そしてカラー展開、今回はですね、ダークグレーとブラックとナチュラルとブラウンですね。まあ、この4色になっているんですが、まあ、どれも良かったんですよ。まあ、ナチュラルもホワイトとちょっと似た感じではあるんですが、スウェード素材にすることで表面がマットな雰囲気になって、よりですねクロート感漂うような雰囲気になっていいんですが、中でも僕がグッときたのがこちらのダークグレーなんですね。まずはですね、このダークグレーというカラー自体が今旬で、様々なブランドでも靴に限らず様々なアイテムでダークグレーを使っているわけなんですが、まあそういった旬なカラーで、なおかつスウェードということで、まあレザーに比べるとこう光沢感がなくて、より深く感じられるのがスウェードの魅力でもあるんですが、この深みのあるグレーはかなり渋みがあってかっこいいなと思います。まあ、このアッパーに対して靴紐はですね、ほぼブラックに近いかなとは思うんですが、スミクロぐらいのですね、ギュッと引き締まるようなカラーで靴紐も取り付けています。ここもですねすごくバランスがいいですし、あとソール部分もですね、通常のジャーマントレーナーというとちょっとブラウン系のソールが付いてることが多いんですね。もしくはこちらのようにですね、ホワイト系のソールでなるべく全体の中で調和するような形で付けられることが多いんですが、こちらのダークグレーに関しましては、アッパーがダークグレーで、このソールの部分はブラックですかね。おそらくブラックになるかなと思います。紐の色と揃えながら、シャープな印象に仕上げてあるので、これは完成度高いですよ。まあ、ジャーマントレーナーいろいろと見てきましたが、このようなアプローチというのはなかなか珍しいなと思いますし、素材の質感だとか、シルエットだとか、どこを見ても完成度が抜群に高いので、これは超絶マストバイですね。ここ1年見た中で一番完成度が高いぐらいのですね、シューズかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。
そして価格がですね、驚くべきことにですね、9790円ということで、1万円を切ってるんですね。まあ、通常のジャーマンもですね、結構コストパフォーマンスが高かったんですが、まあ、このようなスウェード素材になって、さらにアップデートされたモデルが1万円以下で買えるというのは、まあ、めちゃくちゃ満足度が高いかなと思います。まあ、このようなダークグレーのスニーカーだったら、白に比べると汚れ気にせずにガンガンに履けるかなと思います。まあ、スウェードのシューズって雨の日どうなのかなって感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、僕の中では正直あんまり変わらないですね。雨の日に履いていくときには、スウェードにもしっかりと防水スプレーを振るわけなんですが、まあ、しっかりとですね、表面を保護してあげれば、そこまで一般的なレザー等の扱いは変わらないので、僕はスウェード素材ガンガン使っていいのかなと思います。また、スウェード素材のですね、使っていくうちに、ちょっと毛羽立ちが強く出たりだとか、味わい深くなっていく感じもすごく僕はいいなと思っているので、これはですね、使い倒したい一足かなと思います。で、ボトムスも選ばないんですよね。ダークグレーだったら、ボトムスブラックにしてあげてもいいし、ホワイトにしてあげてもいいし、あとはオリーブ系のパンツだとか、ミディアムグレーのパンツだとか、結構何でも合ってしまうんですね。その点も含めて、かなりバランスのいい一足になってるかなと思うので、今回一押し、最初からこれがナンバーワンだとお伝えしたいなと思うんですが、ジャーマントレーナーグリーンレベル別注版は非常にバランスがいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のスニーカーなんですが、全く同じものは持っていないんですけども、ちょっとですね、同じ路線のものを持ってきたわけなんですが、エディフィスの別注版であるオールスタークップですね。こちらも仕上がりがすごく良さそうなので、皆さんにご紹介ができればなと思っています。今買える白系のレザースニーカーの最高峰はこちら。オールスタークップかなというふうに僕は思っていまして、動画の中でも何度かご紹介してきてるかなと思うんですね。アッパーには上質なレザーを使っていて、質感もいいですし、かなりしっかりとしているので、最初は硬さがあるんですが、履き馴染みも出てきますし、デザイン的な無駄は一切ないような、ミニマルな白レザースニーカーとしては、これに勝るものは今ないんじゃないのかなと思うぐらいですね、完成度が高いスニーカーになっています。アディダスのスタンスミスもいいんですが、よりですね、スポーティな印象を削ぎ落とした、すごく上品な仕上がりになっているので、オールスタークップは、まあ、かなりの名作だなと思うんですが、まあ、こちらをベースにしながら、エディフィスが別注をかけているのが、まさにこちらのモデルなんですね。素材使いがまず変わってきまして、表面にはスウェードを使っているんですね。こちらの通常のレザーもいいんですけども、スウェードにすることで、やっぱりクロート感が出るんですね。まあ、先ほどのジャーマントレーナーもそうでしたが、素材感を変更することで、だいぶ印象が変わりますし、シックな雰囲気になるので、なかなかこの上品な雰囲気は通常版には出せないような、そんな仕上がりになってるかなと思います。で、こちらの通常のオールスタークップは、このつま先部分がラバーになってるんですが、こちらのパーツまでレザーにしてあるので、より上品さが増してるのが、別注バージョンになってるかなと思います。まあ、アッパーの色もですね、ホワイトなんですが、本当のパキッとした真っ白ではなくて、少しグレーが混ざったような、そんな雰囲気もなかなか色合いとしていいんじゃないのかなと思ってるんですね。ソールもやや厚めになっているので、スタイルアップも目指せますし、よく見ると、この紐を通すですね、ハトメの部分にゴールドのパーツが使われているんですが、このあたりも上品な質感が漂うので、かなり細部まで丁寧に作り込まれたような、そんな別注モデルになってるかなと思います。カジュアルシーンで使えるのはもちろんのこと、結構綺麗めな見た目なので、ビジネスカジュアルでも使うことができるような、そんな一足なので、これは大人の男性にもかなり使いやすい一足だと思いますので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これも全く同じものはないんですが、同じモデルのものを持っていますので、皆さんにご紹介ができればなと思っています。僕も大好きなニューバランスの M2002RXF というモデルですね。こちらはですね、カラーはネイビーになっていまして、僕が持っているのはこちらはダークグレーと表現したらいいのかな。まあ、こちらのモデルなんですが、まあ、色違いのものがですね、最近販売されていまして、こちらはまだギリギリ在庫があるので、ぜひ皆さんにもおすすめができればなと思っています。ニューバランスって最近はですね、本当に様々なモデルが出てきていて、こんなのあったっけなみたいなものがですね、かなり増えているんですね。なのでもう追っつかないぐらいの勢いなんですが、その中でも 2002R というのはここ数年すごく人気のあるモデルになっていまして、まあ、ソールにはかなりボリューム感がありつつ、ニューバランスの象徴的なロゴである N ですね、これは割とコンパクトめで上品さも兼ね備えているんですね。ニューバランスらしいですね、ゴテゴテとした雰囲気ですね。先ほどご紹介したオールスタークップの対極にあるような存在がニューバランスのスニーカーだと思うんですね。
オールスタークープってデザイン的に見てもですね、かなりスッキリとしているので、まあ誰が見ても上品さが漂うんですが、このニューバランスっていうのは良くも悪くも、割とですね、こうデザイン的にはごちゃごちゃしてるところがあるんですけども、そこがですね、長く見てると愛着に変わってくるような一つのポイントになってくるかなと思うんですね。まあ 2002R はかなりカラーバリエーションも多いですし、その時々でまた違った表情のものが出てくるので、結構楽しみにしているんですが、その中でも素材にですね、ゴアテックスを使ったモデルというのが、まあ、時々リリースされるんですね。僕の今持ってるものもこちらゴアテックスのモデルで、結構ですね、雨の日だとか、あとは僕はこれでですね、今年の冬ですね、北海道に行ったわけなんですが、結構これで十分ですね、旅行の最中も持ってしまったぐらい、雨だとか悪天候にも強いようなモデルになっているので、心強い存在なのかなと思っています。まあダークグレーもすごくいいんですが、今回ご紹介するネイビーですね。まあメンズにとってこう、最もベーシックなカラーの一つであるネイビーは、清潔感があって、濃い色なんだけども、だけども重たすぎないような、そんなちょっと清涼感のあるイメージでもあるので、スエードというですね、光沢感がない深い色であっても、ネイビーという色味のおかげで、そこまで重たくならないかなと思います。ブラックのパンツとも相性がいいですし、夏だったらホワイト系のパンツと相性もいいので、まあ、このようなネイビー系の色もですね、まあ、ニューバランスというとグレー系の色が強い印象があるかなと思うんですが、それに次いでですね、やっぱりネイビーの人気も根強いところがあるので、こういったものを買い足してみるのもすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、スニーカーは良くも悪くもですね、雨の日だとちょっとこう染みてきちゃうかなっていう心配もあったりするんですが、そういったところも含めて安心感を持って履けるですね、 2002R のゴアテックスモデル、在庫があったらもう即買いでおすすめできるような、そんな一足になっているので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のスニーカーなんですが、これはちょっと賛否両論がありそうなやつをですね、あえて持ってきてみました。アディダスの今最も勢いがあると言われているサンバというモデルですね。これはですね、皆さんご存知でしょうか。去年ぐらいからですね、圧倒的な人気を誇るアディダスの昔からあるスニーカーなんですが、これなかなか手に入らないんですね。まあオンラインでもサンバが突然売り出されることがあったりするんですが、すぐにソールドアウトしますし、お店にもですね、置かれる機会があったりするんですが、そうなると SNS であそこに置いてあったっていうのがですね、一斉に広がってしまうぐらい、今最も熱いスニーカーと呼べるのがまさにサンバの存在かなと思います。まあカラーはホワイトベースのものとブラックベースのものがあるんですが、僕はブラックベースのものをですね、購入しました。なぜこれ僕が購入したのかというと、サンバ自体にものすごい熱量を感じたのが一つなのと、あとはなぜそこまで人々を熱狂させるのかを実感したかったので、サンバを実際に購入したわけなんですが、買ってみて感じたことは、普通のスニーカーだなっていうことですね。これといって、ものすごく熱狂する理由があるかというと、そこまでは正直感じないんですよ。おそらく海外でも人気があって、それが日本にも広がってきて、まあインフルエンサーだとか、様々な方が履いていたりだとか、ストリートシーンでも履かれることも増えてきて、まあ熱が一気に高まったと。その状態で、行列ができてるラーメンさんによくわかんないけど美味しいんだろうなって言って、多くの方が続いて並ぶみたいな状況が今続いてるのが、まさにサンバなのかなと思います。もともとサンバが大好きな方って結構多いんですよ。価格帯も安くて気軽に履きやすいっていうところでは、もうなんか大事に履くというよりは、クタクタになるまで履いてまた買い替えるような、まあそんな立ち位置が本来のサンバのイメージだったかなと思うんですね。僕もそのような立ち位置のシューズを持っていて、例えばナイキのブレイザーローというですね、スニーカーを持っていまして、これ1万円前後で買うことができて、同じようにローテク系のスニーカーなんですね。現代のスニーカー特有の履き心地の良さだとか、そういったところに特化したようなシューズではなくて、まあクラシックでレトロな雰囲気があって、いろんなスタイルの中にもなんとなく馴染みやすいというところがブレイザーローにもあるんですが、まさしくこちらのですね、アディダスのサンバもそういった履き込んでいくうちにどんどん味わいが増してきて、自分の着こなしの中に馴染んでいくという感覚がすごくおしゃれが好きな方の間で支持されて火がついて、そこからは SNS の影響で一気に広がっていったというのが
サンバの経緯なのかなと思います。今こういったものはプレネで販売されてたりもするんですが、じゃあそこまでして買うべきスニーカーなのかというと、僕はそんなことはないと思います。その熱というのもどこかで収まってくるかなとは思いますし、というのもサンバに注目していち早く使っていた方々はおそらくですね、今ぐらいのトレンド感満載のサンバには興味がなくなっていて、他のものにですね移行してると思うんですね。なのでサンバの買うべきタイミングとしては、まあ割とですねこなれてきた感じかなとは思っています。なのでちょっとミーハー感があるような域に達してるかなと思うのがまさにサンバなんですが、まあ実際に僕自身も最近履いていて感じることなんですけども、決して特別なシューズではないし、履いていてものすごくテンションが上がるというものでもないんですよ。ただやっぱりこうブラック系のスニーカーとしてはなかなかですねバランスがいいなと思ってまして、オールブラックだとちょっと重たいし退屈に感じるんですが、まあアディダスらしい3本線のホワイトのラインが入っていて、サンバの文字もちょっとこうゴールドで入ってたりだとか、層の部分にもホワイトのパーツが使われていたりだとか、まあブラックなんだけども重たすぎないというところですね。スエードも一部取り入れられていますし、あとはですね感覚的にはこのジャーマントレーナーですね、こちらとベースのデザインがなんとなく似てる感じもするんですよね。まあ、特に正面から見た時のつま先あたりのディティールはすごく似ているので、なんかこうレトロな雰囲気もあって、履いてるうちにどんどんこう愛着が湧いてくっていう意味では、僕はオールスタークップとかそういったもともと綺麗な雰囲気のスニーカーにはない魅力があると思ってるんですね。ああいったスニーカーというのはやっぱり綺麗な状態の方が魅力を感じるんですが、このあたりのちょっとクラシカルなスニーカーというのは履いているうちにどんどんくたびれてきて清潔感を失ってからの方が男目線ではグッとくるような魅力を増していくのかなと思います。まあ、そういった意味ではサンバすごく魅力的なシューズではあるかなと思うので、プレネで買う必要はないかなと思うんですが、たまたまオンラインで発見したら購入してみるだとか、街で定価で売ってる場面にたまたま出くわしたら、まあこれ買っておくのは全然いいかなと思います。まあ僕にとってはナイキのブレイザーローと近い立ち位置のブラックバージョンなのかなと思うんですが、ホワイト系のパンツにも合いますし、あとはオリーブのパンツですね、ちょっとこうミリタリーライクなパンツにグッとこう足元を引き締める意味ではサンバめちゃくちゃよく合うんですね。なるほど、使ってみるとその良さがじわりじわりと伝わってくるのがサンバの魅力なんだなっていうところは改めて実感をしています。ちょっとミーハー感はあるんですけども、まあ、改めてサンバがちょっと旬なタイミングに、まあ、タイミングよく変えたらこういったものもありなのかなというところで、皆さんの頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、こちら、ナイキのですね、P6000 のこれグレーですかね。これがですね、なかなかかっこよかったので、皆さんに最後ご紹介できればなと思います。僕もですね、ナイキのスニーカーは大好きで、中学生の頃、一番最初にですね、僕が自腹で買ったスニーカーっていうのは、ナイキのエアマックス96ですね。こちらのブラックバージョンを購入したわけなんですが、今見るとなかなかぶっ飛んだデザインで、さすがに今はですね、履けないような感じかなと思うんですが、本当に中学生の頃から、まあ、高1ぐらいまでですかね、いろんなモデルを購入してきました。まあ、僕にとってナイキはもう中学生ぐらいですね、一生分買ったぐらいですね、いろんなものを所有していたわけなんですが、今もなおスニーカー業界のトップランナーはナイキだというところは間違いがないかなと思います。まあ、その中でもエアジョーダンシリーズだとかエアマックスシリーズだとか、このあたりが圧倒的な人気があったりするんですが、僕はそのあたりには正直あんまり関心がなくて、それよりもちょっとレトロな感じがする、先ほども出てきましたがブレイザーローだとか、このあたりが好きなんですけども、こちらの P6000 というモデルというのは、まあ、ちょっとエアマックスシリーズにあるような良くも悪くもゴテゴテとしたようなアッパーの雰囲気ですね。このあたりもしっかりと抑えつつも、ソールにちょっと厚みがあるんですね。ダットスリーカーっぽさもあるというところで、ちょっとクラシカルな雰囲気もあって、なんかナイキの中では異質な雰囲気があるんですね。まあ、2006年にリリースされていたナイキのエアペガサスというモデルがですね、ベースになっているんですが、良くも悪くもゴテゴテとした雰囲気が漂う、どこかニューバランスだとか、最近またちょっとこう、人気が上昇してきたアシックスだとか、このあたりのスッキリとしたデザインではなくてゴテゴテした雰囲気ですね。そのあたりを感じるようなこの P6000 はなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。価格も意外と落ち着いていて、15,000円ぐらいで買うことができますし、カラーもグレーベースなので、ブラックのパンツ、ホワイトのパンツ、オリーブのパンツ、グレー系のパンツ、様々なものにも合うので、意外と使い勝手がいいのかなと思います。まだまだそこまで注目されているモデルではないので、
で比較的買いやすいかなと思うんですが、何かのタイミングで火がつくとなかなか買いづらくなるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。僕もナイキのスニーカーって実はそんなに今多くは持っていなくて、ブレイザーローとナイキとサカイのコラボレーションしたブラックのスニーカーを持ってたりだとか、まあ、そのあたりはあるんですけども、それぐらいなんですよね。ちょっと前までは動画の中でもエアマックス97ですね、このあたりをよくご紹介してたんですが、僕も2足履き潰してちょっと気持ちが一段落したところなので、まあ、近未来的なエアマックス97とブレイザーローみたいな超レトロなものの中間をつくような、レトロさと近未来感がうまく融合したようなこの P6000 というのはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では今すぐ買える大人におすすめのスニーカー5000ということでお届けをさせていただきました。まあいろんなブランドがあったと思います。ジャーマントレーナーがあったりだとか、オールスタークップの別注バージョンがあったりだとか、かと思えば僕の動画の中でも定番的なニューバランスがあったりだとか、今旬なアディダスのサンバがあったりだとか、まあ、ナイキのちょっと斜め上を行くような P6000 があったりだとか、まあバリエーションが豊富な、かなり個性豊かな5つが揃ったかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもこの中で気に入ったものがあれば、まあ、在庫があるものに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段なかなか取り扱うことのないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、また僕が一服好きとしていろんなものを買ってるんですね。ユニクロ GU 無印とかでも服は買うんですが、やっぱり僕自身はコアなものを買うのが結構好きなので、まあ僕自身がリアルに愛用しているものなんかは、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。まあ、こちらでは週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですねライブ配信やっていまして、皆さんのご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しみながら動画を展開してますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を行っています。まあ、僕の方でも毎日ですねおすすめのアイテムリアルタイムで出していますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。またプロの記事だけではなくて参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。まあ、ぜひこちらも気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。